聖堂の騎士は、ロシアのサンクトペテルブルクにある、ロシア皇帝ピョートル一世の騎馬像で、同志の観光名所の一つである。この都市を創建した、ピョートル大帝の偉業を称えたプルシキン作の叙子し、聖堂の騎士が有名になったため、この名で呼ばれるようになった。サンクトペテルブルクのネバ川ガンの原動院広場に、立つ皇帝ピョートル一世大帝の騎馬像である。 ロシアの作家アレクサンドル・プルシキンがこのキバ像を題材にした長編女子誌、聖堂の騎士を1833年に発表し、有名になって、この像自体もこの名で呼ばれるようになった。キバ像の建設は、女帝エカテリーナ二世大帝の命により1770年に開始され、主にフランスの彫刻家、エティエンヌ・モーリス・ファルコネによって作られ、1782年に、 完成した。台座の右側にラテン語で左側にロシア語でと彫ってあり、共に日本語でという意味である。完成祝いの式典は1782年に盛大に行われている。通常の騎馬像と違い、本体だけでなく台座も特徴的な形をした芸術品である。台座に使われたのは雷の石と呼ばれた巨大な花崗岩で、 フィンランド湾から 6km 内陸に入った地点で発見され2年もの年月をかけ大変な苦労をしてこの場所へ移してからカットされた。台座の重量は1600トンと言われる。聖堂の騎士が無事である限りはサンクトペテルブルクは安泰であるという言い伝えがある。第二次世界大戦中の900日にわたるレニングラード包囲戦では この像は大座ごとき枠と砂袋がかけられていた。この言い伝え通り、聖堂の騎士は無事で、レニングラードもドイツ軍の占領は免れた。アレクサンドル・プーシキンによる死、聖堂の騎士がある。レーン・ゴリ・トグリエールによるバレエ音楽、聖堂の騎士がある。この中にある偉大な都市への参加は、サンクトペテルブルクでの音楽会ではアンコールに、 よくこの曲が演奏され、その時には、聴衆は皆立ち上がって、これを聴き、最後に、また拍手喝采をする習慣がある。日本においては、近年では、当該バレエ音楽の吹奏楽編曲でも知られ、コンクールの自由曲や演奏会のプログラムとして、しばしば取り上げられている。ありがとうございます。